こんばんは。ヒーリングライフスタイルへようこそ。ご参加ありがとうございます。はい、今日この時間の講義を担当させていただきます、土井美智子と申します。よろしくお願いします。はい、温活をテーマにした講義は今回で3回目になるんですね。続けて参加していただいている方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、1回目2回目ちょっとだけおさらいをしてから3回目の今日のテーマに移らせていただきたいと思います。じゃあまず1回目は温活に対する基本的な概念と、また温活のタイプですね、冷えのタイプと、また冷えを改善するために大切な要素についてお伝えをして、腸からアプローチする基本ケアとして丹田たたきと腸運動を一緒にやってみました。でまた2回目は東洋医学的温活のすすめということで、東洋医学的に見た冷えのタイプのお話や、また温活におすすめのツボ、そして全身のツボを刺激しながら気血循環を促進する全身たたきというトレーニングを一緒にやってみました。で、3回目の今日はテーマとしては、筋肉は温活を裏切らない、効率よく体の温度を高めようというテーマでやっていきたいと思います。はい、それでは早速スライドを見ながら進行していきたいと思いますので、少々お待ちください。では、まずは体の熱産生の仕組みからお話をしていきたいと思います。体温っていうのは、体の内部の温度がだいたい37度付近に設定されているんですね。それで37度という温度が体の細胞や組織、また酵素が快適に働きやすい温度というふうに言われています。そして体の温度を一定に保つために熱を放出して体温を下げたり、また熱を作り出して体温を上げたり、そのように調整をしています。体の中で代謝が行われるときにエネルギーを消費して熱エネルギー、体熱が生み出されるシステムになっています。ということは、代謝を増やすことで体熱が増えて、体は温まるということになります。では、代謝について少し見てみたいと思います。代謝の種類としては、一つ目に基礎代謝というのがあります。聞いたことがあるとは思いますけれども、安静にしている状態で各臓器を動かしたり、呼吸をしたり、また体温調節をしたり、生命を維持するために最低限必要なエネルギー代謝になります。そして2番目に食事誘発性熱産生というのがあります。これは食べ物を食べたときに咀嚼、噛んだり、また消化、吸収する際に発生するエネルギー代謝になります。3番目に活動代謝。これは運動したり、また日常生活動作、身体活動で発生するエネルギー代謝になります。さあ、それぞれの代謝は基礎代謝でだいたい全体の 60% から 70% を占めていて、食事誘発性熱産生で 10% ぐらい、そして活動代謝で 20% から 30% ぐらいを占めています。そのように見てみると、基礎代謝の部分が多数を占めていますので、私たちは何もせずに、この体を維持するだけで、生きているだけで、たくさんのエネルギーを消費しているということになります。で、基礎代謝の部分で
臓器組織における安静時代謝比を見てみると、骨格筋と肝臓のこの3つの臓器でだいたい全体の3分の2を占めています。でこの3つの臓器の中で唯一筋肉だけは意図的に鍛えて組織量を増やすことができるものになっています。では筋肉と基礎代謝について、代謝の 60% を担っている基礎代謝は筋肉の量に依存して高くなるということが分かっています。ということは、筋肉量を増やせば何もしなくてもエネルギーを消費する、熱を容易に作り出す体になる、持続的に体が温かい状態が作られやすくなっていきます。では筋肉量を増やすと良いことが結構たくさんあります。まず今まで少しお伝えしたように、基礎代謝が上がることで体の温度が高まっていきます。そして姿勢が良くなる。重力に逆らって働いている筋肉を総称して高重力筋っていうふうに言うんですけれども、筋力が低下すると肩こりや腰痛の原因になったり、またいろんな内臓的な部分の不調にも関わってくるというふうに言われています。筋力をつけることによって姿勢が正しくなって、またそれが肩こりや腰痛の改善、体の全体的なコンディションを良くすることにも実はつながっています。そしてストレスに強くなる。これは筋肉量を増やしていく過程の中で、筋肉に負荷を与えながら筋トレするような感じですけれども、その過程の中で忍耐力ができたりとか、また継続力、また睡眠の質が良くなったり、またセロトニン分泌が促進されることで前向きな心が維持しやすくなるというふうに言われています。そして成長ホルモンの分泌促進、筋肉に刺激を与えながら成長ホルモンの分泌を促進することができます。それによって細胞の合成が促進されたりですとか、また骨や筋肉が作られやすくなったり、また脳の疲労回復にも役立ったり、また抵抗力を高めていくのにも役立つと言われています。そしてアンチエイジングの効果があります。これは成長ホルモンの分泌と関係があることなんですけれども、成長ホルモンというのはだいたい10代をピークにして低下していく傾向にあるんですね。で筋肉に刺激を与えて成長ホルモンの分泌が促進されますと、骨や筋肉が作られていくだけではなくて、髪の毛や皮膚の成長を助けていくことができますので、健康的な体を維持するのに役立っていきます。そして見た目が良くなる。これはですね、これも成長ホルモンの分泌と関係があるんですけれども、体脂肪の合成を抑制することができたりとか、また脂肪組織、すでについている脂肪組織の分解が促進されたりですとか、そのようにしながらダイエット効果が期待できたり、またそうですね、意図して鍛える部分を変えていくことで、体を大きくすることができたり、また引き締めたりしていきながら、体の形が変わっていきながら、自分に自信感が持てるようになったりすることもあるようです。はい、それでは実践おすすめのトレーニングということで、